今からヒョウ柄アートをしていきたいと思います。まずヒョウ柄は2色用意してもらって、薄い方の色から塗っていきます。ランダムな形で楕円形のような丸を描いていきます。バランスよくなるように間を空けて一旦固めていきます。次にこの丸の周りにまた柄を描いていきます。濃い方の色で筆先にジェルを取り、細い線と太い線ができるように描いていきます。大体3箇所に分けて描いていきます。描き終わったら空白が目立つところにまた同じ色で丸を描いていきます。ちょっと崩れた丸の方がよりリアルな感じになります。
そんな感じです。それでトップジェルを塗っていきます。これで固めていきます。これで豹柄の完成になります。